大慶里氏は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、財務副大臣。元福岡県議会議員。福岡県北九州市生まれ。久留米大学布設高等学校、北九州大学法学部法律学科卒業。大学卒業後は自由民主党、福岡県支部連合会に就職した。その後、 福岡県出身の村上正邦に参議院議員秘書を経て、1999年、福岡県議会議員選挙に、八幡東選挙区から出馬し、初当選。3期目途中で辞職、第22回参議院議員通常選挙に、吉村豪太郎との党内候補者争いを制して、立候補し、 初当選した。2014年9月、第2次、安倍改造内閣で、財務大臣政務官に就任。2016年1月、参議院財政金融委員長に就任。2019年4月7日、福岡県知事選では、過去2回支援した、現職、小川洋と対立する副総理県財務大臣を遊う、太郎が、元厚生労働官僚。 竹内和久の擁立を主導、自民党福岡県連会長の倉、内伊佐夫も推薦したが、竹内は小川に大敗。麻生は、福岡県連最高顧問を辞任、県連選挙対策委員長を務めていた大谷は、倉内と共に、退任の意向を。2021年10月6日、第1次、岸田内閣で、財務副大臣に就任。ありがとうございます。